たままシャワー浴びたんですよ。毎回ね、令和で令和で、始まりました。よし、じゃあ今回の中の、はい、YouTube はですね、まあ、この3人といえば、はい、あれですね、はい、2024年夏ドラマ座談会。ありがとう、ありがとうございます。はい、もうね、夏ドラマの方始まったし、もうほぼ全部始まったかな。まぁ、あ、ちょっとやってないのもあるか。ね、そうっすね、はい。なのでそちらの方ね、ちょっとさらっと話しながら、はい、僕たちね、はい、ベスト3なんかも。はい。結構見ました、もう。結構見ました。本当っすか。はい。大体見ましたね。マジっすか。マジっすか。ナイツの花さんぐらいすごいっすね。もう全部見てますもんね。一応全部見て、でもその、最新話とか見れてない方とか、1話ぐらい見てる。そうそうそう。だって枠自体がどんどん増えてますから。めちゃくちゃ増えてるもんね、これね。土曜日なんてもう日テレ9時と10時ですから。9時と10時、ね、しかも結構ね、マジモンのドラマとかね、はい、しっかりやってるもんね。そうですね、はい、じゃあちょっと、各々の今期期待の、はい、期待を込めてのベスト3見ていきましょう、はい、じゃあ、サスケ君からいこうかな。はい、第3位、うん、こちら、じゃん、マルヒのピツコさんですね。マルヒさん、はい、いいですね、これはもう本当にちょっとまさに期待を込めて言ったんですけど、まあ福原遥さんが、まあなんだ、コーディネーターという、ね、トータルコーディネーター、トータルコーディネーターが一応仕事で、でまあ松井さんがそのとある大金持ちの家の家政婦さんとして、働いてて、でそこで旦那さん、先代が亡くなり、まあ、遺産相続の話ですよね、うんうん、でまさか の, その遺産相続が全部松雪さん、まあ、全部じゃないのか、うん、で松雪さんに入るって言うんで、うん、あんたなんなのよみたいなところから、それをトータルコーディネートする、うん、福原遥さんがいるっていう、まあ、話なんですけど、うん、なんかまあベタで言ったらその家政婦の見た的な感じの ね,、まあ、ね、イメージでいくのかなっていうのもあるんですけど、うんうんうん、まあ、そこじゃないとこもうちょっとチラチラこう、うん、ちょっとね、なんか第1話でね、福原さんは殺したんじゃないか、ダークヒーロー的なね、うん、みたいな復讐系がいくのか、うん、ベタにいろいろ過去があって、まあ、そういう感じになるのか、うん、どうなるか分かんないっていうので、ちょっと僕はちょっとまあ今福原さんの新しいこういう役なかったじゃないですか、はいはい、確かに、はい、だからちょっと期待も込めて今結構これ3位っていう感じですかね、うんうん、確かにね、松井康子が出てたら見ちゃうんだよね。そうなんです、安定っすよね、安定のね、うん、松井さんがね、はいはいはい、まあ、でも福原遥ちゃんも可愛いしね、うん、でなんかやっぱうまいっすよね、その当たり前ですけど、うん、なんかあ、こういう感じもこういう風になるんだっていう、だから4歳ぐらいから芸能界いいんでしょ、確かに、はい、そうですね、だって天てれとかでしょ、うん、そうですよね、うん、それはね、もう大人の前でずっと演技してきたわけですよ。やめてくださいしてませんね、それで深いですか、演技してませんね、見出しがたくさんあるんですよ、そう、はいはい、で大好き、はい、先ほどちょっとね、もう話されたんですけど、家族だから愛したんじゃなくて、愛したん家族だった、僕これやっぱ NHK のこの時間帯ドラマってあんま見なかったんですけど、見てなかったんですけど、可愛い由美さんが出るってこと見てみたら、いや意外と NHK らしくちょっと重めだけど、ちょっと笑いも入ってる感じで、まあ、関西の多分舞台で、可愛い由美さんって関西人なのかなぐらい上手かったですよね、関西でもね、でなんかそのダウン症の子、多分実際ダウン症の子ですから、はいはい、役者さんとして、うん、その子もうまいんですよ、なんか、うん、そのなんかどこまでがその演技かわからないですけど、そのなんかスーパーに行く、コンビニ行くシーンとか一番目にあって、うん、なんかそれをなんかこう万引きしたんじゃないかって、なんか間違えられたけど店長さんがみたいなのがあるんですけど、そこの感じのダウン症、周りが見るダウン症の感じと家族だから見てるダウン症っていうのはこの方向がしっかり見えて、結構心を、ね、揺さぶられるんですよ、これ。で、まさかの錦戸亮が死んでるっていう系なんですけど、うん、あ、そうなんですか、たまになんか暴力してくるんで、まあね、ちょっとまだファンタジーの、まあ2話しかやってないんで、お父さんってことだよね、そうですね、うん、で1話の冒頭が全員サングラスで車っていう冒頭シーンが始まるんですけど、うん、乗ってる黒のね、はい、あれがあったら、ね、何なんだろうって、あれ何なんだろう、だから結局墓参り行った帰りみたいなことよね、なんかね、そうですよね、うん、でもあそこ一切触れてないですよ、触れないね、うん、だからまだ2話なん で,、うん、であと東京大学の松田さんが2話出てるんですけど、うん、ゲストで、うん、これもいい味出してて、うん、なかなか見どころで、まだまだ、うん、多分10話やんないんじゃないかな、6話ぐらい、確かね、これね、7話か8話くらいいったと思うけど、ちょっと間違ってあれだけど、そうなんですね、これは結構いいなと、
ここの枠ね、この前もね、ここの方とはパーセントって言って、車椅子かな、車椅子かなんか下半身が動かない人で、その映画を、映画とかドラマを撮るみたいな、なんか そっち系に振ってるかもね、もしかしたら。なるほど、そっちになってるんですね。そう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 、この時間、このドラマ面白かったですね。やっぱ NHK いいよね、CM もないしね。そうですよ、45分さっきるから、じっくりやるから。いい、うん、はい、じゃ福田さんいきますか。はい、はい、私はですね、はい、これかな、注目っていうか、はい、青島くん一番。おえー、これがね、はい、正直言っていいですか、はい、そのまあまあ普通の話なんですよ、普通というか、はい、超ベタです。その35歳ぐらいで婚期逃した女の子が結婚式に行かなきゃいけないけど、はい、彼氏と別れたばっかりで、はい、ね、彼氏と結婚式行くって言ってたから、うん、どうしようって言って、うん、みんなに手前なんとかしなきゃって言って、その会社にいて違う部署にいたなんか28歳ぐらいのその男がいて、うん、で、そいつすごいかっこよくて仕事もできて超モテるやつだけど、はいはい、そいつたまたま居酒屋で横になった時に、はい、ね、なんかちょっと話してて、会社の人ですよねみたいになったら、まあ、ちょうどこれぐらいの距離感がいいかって言って、その結婚式に来てくれっていうのを頼む。ああ、はい、いいですよみたいな、うん、言ったらその男が、でもそれ付き合ったってことにしてもいいですかみたいな、うん、僕にとってもそっちの方がいいんで、はい、その男は男でその女が寄ってくるのが嫌だから、その人と付き合ってるってことにすれば、うん、会社で女が寄ってこないみたいな、うん、まあその偽装カップルみたいなね、うん、話なんですけどね、うん、もう今までの少女漫画のあるあるで全部入れちゃいましたみたいな。まだそういうのドラマされます？ドラマされてる。結構ありますよね、全部入ってるやつ。これね、あの子、女性の方、中村アンさん。中村アンさん、はいはい、中村アンさんのね、うん、あの後輩みたいなのにね、うん、真夏ちゃん、何真夏ちゃん、秋元真夏ちゃん、あー、元そうそうそう、呼び盛りしたっけ、わがままなやつがいてね、すぐ彼氏とデートしたいからね、残業したくないみたいなやつなんですよ。ああ、はいはい、はい、ですね。それで中村あんちゃんがね、その、はいはい、その仕事任されててね、コピー機でコピーしようとしたら、うん、イヤリング、あ、ピアス、コピー機の下に落としちゃって、なくしちゃってるで帰れないとかね、そいつが探しに来てくれるみたいなね、やってるんですよ、まだ。でも、中村アンさんがこの役やるって、すっごい難しいです。だって、多分ちょっと弱いですよね。うん、そう、今まで強い女性じゃないですか、そうそうそう、ずっと生きた。見れる、なんかどうなの、うまいんですか、その、なんかね、弱いっていうね、うん、なんか責任感ある大人の女性みたいな。へー、うん、で、かき上げてるんですか、ちゃんと。いや、かき上げてない、もうかき上がってる。かき上がってる、かき上がってる、短いってこと。かき上がってる、あげれないですか、もうかき上がってるのに。確かに約束のドラマの時にやって、まあ、ボブぐらいですもんね。そう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 。へー、いや、だからね、なんかこう、うん、これからもこういうの見れるのかなと思って。前の佐藤健さんと上白石さんのような、あの石原の、はいはいはい、あの王道みたいな感じですね。そうだね、あの意地悪な、男が意地悪で、そうそうそう、取られるみたいな。その男の子がそのバーみたいなので、うん、なんかその先輩の話して、うん、なんかなんとかちゃんが女の話するの珍しいねって、あーなんか可愛いからからかいたくなっちゃうんですよねって言ってるじゃん。これ原作そういう漫画なんじゃないですか。漫画漫画ですよね、多分このタイトル。だ相関図もベタなんですね。そうだね、その男の方のなんか誰かがその男好きだったりするんですよね、多分。多分ね、出てくると思う、うん、ライバルが出てくると思う、元彼元彼のね、うん、でも今もうあのその女の子は何なのみたいな、なんかいつもあ青島くんのペースみたいな。ああ、いい。もうあの、でも夏はこんくらいがいいかもしれないですね。夏は何ですか。でも夏休みに見たい、こんぐらいの。重いんだもん、全部。そう、気抜いてみる。確かにな、重いんだよな。月9とか去年覚えてますよ。そうだね。真夏のシンデレラですよ。あ、そうだ、そうだ、そうだ。あんなポップのドラマ。何も考えずに見たいですよね。あんぐらいでいいんですよ。じゃあ、2位。僕の第2位は、わらばと漁師か。バトリオね。はい、僕も被りました。わらばとは、はい、ありがたい。これ水川あさみさんね。はい、うん、やっぱこれも金曜のこの時間。そうですね、もうミステリー毎回ね、もうサスペンスワードにしちゃってるからね、はい、王道ですよ、うん、見やすい。やっぱ最初の冒頭1分で、うん、渡辺一傑が死ぬシーン、うん、止まらんかった。衝撃でしたね。韓国ドラマみたいなのが聞こえました。でも俺あれで使われましたもん。そう、来たそう、これは面白い。もう出てこないのかな。いや、でもまあ死んでるんで、回想でしか出てこないと思いますけど、はい、簡単な役で使っちゃいましたね。そうっすよね、大御所、本当にもったいない。
だまあね、面白いですよね、これね。まあ、どんどん展開ね、また変わってきたもんね。その誰がフィクさんなのか分かんなくなってきてるし。だからまあ、桜井くんの、うん、玉鉄、玉山鉄人さんがいて、桜井くんが政治家、そうそう、若手政治家。で、玉山さんが、その秘書、うん、で、同級生で、ずっとなんかこう、うん、あのさ、あ、俺最新回見てなかった。同級生のもう一人って出てきた。あ、お寿司屋さんの人じゃないですか。うん、秘書の板前が多分もう一人。そうだね、はい。あいつも多分知ってるってことだもんね。そうですね。あれをやろうっていう一員の一人だもんね。うん、だからその桜井翔さんを持ち上げて、コントロールしていこう。うん、だから玉山鉄人側からしたらちょっと復讐も入ってるっていうニュアンスだけど、見ていくと分かるんですけど、この玉山鉄人さんが本当は桜井翔を操ってたかどうか分からないっていう、うん、そこがミソなんですよね。そうなんですよ。うん、桜井くんは桜井くんでね、なんか、まあ、自分で何とかしたいみたいな感じもあるのかな。なんかちょっと裏があるというか、桜井くんも桜井くんで隠し事がまだあるよっていう匂わせもあるし、うん、まあ、サスペンスですよね。あと、あの元カノがね、うん、あ、そうですね、その、まあ、なんだっけ、高岡咲。あれ、元カノ高岡咲って無視いいんですか、僕は。もうなんか、まあ、いいんじゃないですか。まあ、まあ、いいんじゃないですか。でも、そこの裏返しもあるかもしれないですね、うん、もしかしたら。大学生だったよなとか思ったりもして、うん、うん、そう、高岡咲さんっていくつなの、だってもう50後半ぐらいですよね、うん、だからさすがに大学時代に出会ってるって考えるとってなるんですけど、まあ、もしそれにまた謎がもしかしたら、うん、そうですね、あるかもしれないですね。親父のなんとかなのかもしれない、ね、の可能性もありますね。あ、うん、そこら辺もちょっと楽しみな、うん、そうですね、バックですね、うん、あれなんでバット漁師かなんだっけ、なんか、中に、あ、そうか、そうか、人の中に人が入ってるってことか、はい、うん、コントロールしてるっていう、うん、そういうこと、実際誰だみたいな。私もね、ちょっと、うん、まあ、決めかねてないんですけど、これ、僕もね、サスペンスになっちゃうんですけど、これですね、フリーズモリック孤独。ああ、これはやっぱり、まあ、物語としては引き寄せられるよね、うん、はい、そうですね、あの地下室で、ある家のね、地下室で子供たちがね、うん、8人とか、はい、10人ぐらい、はい、その餓死してたみたいな、そうそう、監禁してたのかね、うん、それを閉じ込めてたやつはあいつなんじゃないかって言われてるのは小日向さんで、うん、先生引っ張ってくるんだけど、うん、当時その屋敷にいましたっていう女が現れて、それが吉川ちゃん、あるちゃんで、はい、実はその小日向さんは行くところがなくなった子供たちを家で養ってて、はい、めちゃくちゃいいやつだったみたいな、うん、あの人はそんなことするはずありません、うん、みたいな物語、全員証言がね、一致してるっていう、そう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 、逆に気持ち悪い、そうね、で、もしかしたらその中にね、犯人がいるんじゃないかみたいな話ですよね、うん、これもでも漫画なんですよね。あ、そうなんですか。漫画検索、漫画なんですね。そうなんだ。だって聞きましたけど、タイトルいかついですもん、うん、いつもより孤独な仕様ってなんかどうなるかわかんないよね。で、結局この事件自体解決してないっていうところから始まるんだもんね、うん、で、成田凌君が巡査員になっててみたいなところから刑事辞めてるわけですよね、彼、うん、でだからどうなるか、で今の時代の事件ともリンクしてるんじゃないかをちょっと読ませてるんですよね。まあ、なんか雰囲気がいいよね、うん、暗い感じでね。わかります。漫画っす。漫画だよね。まだ終わってないです。え、まだ終わってない系か。危ないね。やばい、そのパターンか。危ないね、終わってない系は。嫌なんだよ、シーズン2。シーズン2からフールかもしれないですね。そうだね、やめてよ。ゾンビパターン、竹内涼真パターン、はい、まさにその枠じゃん。シーズン5まで行っちゃったから、ね、やめてよ。最後映画行っちゃうから。そうそう、シーズン5竹内涼真出てないらしいからね。そうだ、そうそう、シーズン4までで竹内涼真とかの物語が終わって、そこに出てるやつらのなんか続編みたいなのがシーズン5らしい。映画見ました？見てない、見てない。映画見た、最後すごいですよ、映画。まあ、いろいろあって、はい、最後その娘がいたんですけど、うん、大きくなって未来になったとその竹内涼真が最後あの牢屋でゾンビになって終わってる、うん、え、壮絶な俺たちどういうこと。お父さん復讐終わったよっつってゾンビになってる竹内がこうやってなってる。竹内涼真はどっかでなっちゃってたの。なっちゃってたんですよ。あ、これが吉田鋼太郎とか出てたよね、最後の方出てます。もう、まあ、ラスボスみたいなもん。そうだよね、はい、あれ、あいつがゾンビを作ってたとか。で最後、そいつを復讐をすると娘が倒すんですけど、でやっと終わった時に牢屋にこう復讐がいたっていうゾンビになってる。うわ、そんなバッドエンドなんですか。そう、すっごいことなんですよ、実は。すごいね、もうめちゃくちゃだから。でゾンビと戦うことじゃなくなってくるってことね、また。そう、ゾンビと戦いながら結局人間が悪いってなってくるっていう。はい、池谷さん、普通にお金払った映画見に行った。あ、これはヌマンズの上田から全部聞きました。ヌマンズ聞いてないですか。じゃあ、そうかもしれないです。腹かな、どっちかしてるんで、全部確認はしてないですよね、でも。だから、分かん
ないですよね。嘘かもしれないですよね。嘘かな。上竹くんが嘘ついてるかもしれない。聞いてください。聞いてください。全部見てください。プールも入ってます、ね。すごいね。楽しいな。僕の第1位は海の始まり。うん、ああはいはい。はい。嬉しいよね。まあ、まあ、これは本当に重いっすね。さっきも言いましたけど。ね、めちゃくちゃ重いです。重い重い。はい。でまあサイレントチームが送る、うん、はい、メガロサイレントチームにね、メメ主演でね、うん、そこにアリカスぶつけちゃってね、アリカス入れちゃいましたね、はい、これ逆っすよね、時間帯がね、山栗入れちゃいましたマウンテンドクターが前だと思うんだ、そうだね、アンメットパターンだから、うん、であの人も入れちゃってね、大竹しのぶさん、大竹しのぶさん前じゃって、入れちゃって、入れちゃって、入れちゃって、してね、ぐちぐちって何ですか、言えよね、男にしてすぐに寄ってせんねるって言っちゃった。バス停の名シーンですか。バス停の名シーンの。この間もね、アリカスちゃんに向かって。そうそうそう。子供を連れてくることに名シーン。子供産んだことに名シーン。やないこと言うんですよね。でも、その気持ちも分かるよなっていう。やっぱり自分の娘が亡くなって、やっぱね、なんか後から来た彼女が、そのね、パパになった。パパだった人とっていうのが、ほんとさ、俺これ見ててさ、うん、ただただアリカスがかわいそうじゃん。そうなんですよ。めちゃくちゃかわいそう。毎回次回予告で泣いてるんですよ。そう、ね、え、まだ3話でしょ、今日でしょ、3話だから、うん、そうですね、今日で今日のやつの次回予告で、うん、久しぶりにあの服着たままシャワーを浴びてる。え、毎回ね、令和で令和で、気になる、服着たシャワー、もう俺はもう久しぶりじゃったよ、服着たシャワー、何次回予告全部泣いてるんだよ、とこすげえかわいそうなのアリカスが。そうなんですよ。あのね、あそこのなんかあの涙拭くハンカチもね、無視されてね。そう。でもこれ当時みんなね、そのドラマなんですよ、みんな。アリカスちゃんも過去にね、うん、ちょっとその心の下傷があってとか。有村架純さんってなんかカップルの同棲するときの役めちゃくちゃうまくないですか、うん、そうだね、どの作品でも、うん、なんか生々しくなりますよね、いや分かる、リアルは、うん、同棲したいですもんね、やっぱり入ってくるんだよ、ね、いやだってさ、あれ、え、に30ちょっとぐらい、30ぐらいだよね、30ぐらいだよね、31とかぐらいだよね、うん、結構職場でもちょっとできる先輩みたいなポジションになってて、うん、だってさ、それがさ、30ちょっとぐらいでさ、年齢が変えてきてさ、どうした疲れてんのって言って、うん、一緒にいたくない感じなら帰るけどって、それ言えなくない、やっぱあの子役の女の子っすよね、あいつね、あいつって言われるよ後輩だけど、いやあの子がね、ほんともう売れ、まあ売れ格なんでしょうけど、まあ今後楽しみっすね、あの子が、まだ3話4話ですよね、はい、今日4話すごいっす、まだまだありますもん、いるっていうのがテーマなんで、これね、いてーって言ってたからね、いやー、ちょっと今日のアリカス見たいなぁ、名シーンの、ぜひ、名シーン、そう、どうやってそのシャワー、服着ながら入っていくかどうかと、そうですね、どういう流れなのか、うん、あの、トイレでも泣いてた、前回はトイレだったトイレで、ちょっとトイレ行ってくる全箇所行くんですか、家の中のいろんなとこ使う、幅広く使ってくる、舞台をいや、すごいいいコントし大喜利になってるトイレ泣きもね、ただまあ、僕らヘラヘラ喋ってますけど、めちゃくちゃ重いですから、中身、本当に始まりもかも、うんうん、ぜひ見ていただきたいです、はい、はい、じゃあですね、僕はちょっと打って変わってですけどウィリオンスクール、はい、マジこれ逆にリリスクハマっちゃいました、ね、まあでもわかるな、こんやっぱね、こんな並びでこんなポップな学園ドラマ見ちゃいますよ、これこそ夏、そうだね、うん、GTO とヤンクミを足したみたいな感じだよね、そうですね、令和仕様になってるやつ、山田涼介さんがとにかくいい、うん、そのまあ、ああいう役やらないとかね、で木南さんのフォローがうまい、うん、で、あと職員室のあの先生たちのくだりもいい、もう全員コントしてますからね、そう、楽しそう、うん、もうそれだけ、うん、たまらない、でちょっとこの演出もいいですよね、カメラのカメラワークとか、うん、一人で歩くときもいろんなところで撮ったりとか、でもこのパターン の、うん、あの学校ドラマ久しぶりな感じはあるし、そうなんですよ、うん、そうなんですよ、あのなでめちゃくちゃで生徒をねじ伏せてってついてこさせるみたいなね、うん、で最後もまあなんか多分今度やと思うんですけど引きこもりの生徒が出てくるとか、うん、もうほんと GTO の GTO なんだね、うん、お笑い役のやつこあ今回だったっけ、お笑いキャラのやつが出てくるんですね、いやお笑いキャラのやついたじゃんチームのあいつも結局いじめられてみたいな、お笑いお笑いやつ、あ松田元太君、ああ松田元太君ね、はいはいはい、
あの松田健太君のその回も良かったですね。映画の撮る話も良かったですし、うん、やっぱ見れちゃう、これは。ね、だから、あと AI 役の足立由美さんが、多分本物でなんか別人格とかで出てくるんじゃないかなとか、ね。俺、だから、あのお母さんが星野真里さんじゃないですか。うん、はい、か星野真里さんかと思ったら、うん、なぜ足立由美かも気になってた。なんかあるんでしょうね。なんかあるんでしょうね。全体的に SF っぽいところも面白いよね、はい。あとは水野美紀さんがどう聞いてくるか。確かにね。そうですね、エッセンスとして。はい、やっぱラスボスなんじゃない、なんだかんだで。うん、まあ、まあそうかもしれない。市村さんも出てくるしね。神木くんのね、あ、そうそう、出てき方とかもちょっと気になる。生きてるのかみたいな、うん。なんか変じゃないですか、ちょっと。神木くん、絶対2人も清掃員が出てくるんですね。そうだね。確かに変なんですよね。で、ちょっと匂わしたい。同級生だった的なことも。あれもなんか、実は心の中で喋ってるって。そう、イマジネーション、イマジナリーフレンドみたいなことなのか。ああ、なるほど。幽霊なのか。あ、なんかちょっとそこ面白いですよ。足立パターンね。そう。なるほど。面白いですね。ちょっと見てください、これよかったら、はい、面白いね、はい。僕はね、うん、ちょっとここ変化球でいきます。本当に期待だからね、はい、今回そこまで被んないですよ、うん、もしかしたらすげえ面白くなるんじゃないかって期待してるのが、はいはいはい、クラスメイトの女子全員好きでした。キンバラスバルさん、そう、はいはいはい、ちょっとね、まあ、キンバラスバルさんが、うん、でみんな敬遠してるかもしれないですけど、あ、まあ、ドラマの役者さんのイメージないですよね、うん、声優さんのイメージはもちろんありますけど、ただ設定がすごい面白くて、キメラスバルさんが、はい、まあ、売れない小説家なので、はい、小説一回もデビューしたことないんだけど、はい、何書いてもダメで、常にバイトしてるみたいな、はい、でそいつがなんか昔小学校の時に、はい、タイムカプセルを埋めたの、はい、それを、はい、急にジャイアンみたいな、ジャイアンなのルーズ、急にジャイアンっぽいのちょっとキメラスバルさんのそれを、はい、なんか俺らはよくわかんないけど、はい、掘り起こして、はい、でみんなにあの郵送するみたいな、はい、みんなの埋めたものを、はいはい、みんなに、はい、それを木村昴君の家に間違ったやつは自分が埋めてないやつが来ちゃったの、はい、それがなんか誰か、はい、クラスの誰かの女子が書いた小説みたいなの、はいはい、で読んだら面白くて、はい、でそれをそのままちょっとまあアレンジして書いたらそれで賞を取っちゃったの。で、その賞取っちゃって、はい、で編集の人もついて、はい、でも2作目が書けなくてどうしても、そうですね、うんうん、で早く2作目書いてくださいって言ったら、はい、そこでそのついてる編集の女の人に、その実は僕こうこうこうで盗作で、うん、僕の力じゃないんですってもうやめますって言って、うん、でこんなこと言われても困りますみたいな、うん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 、じゃあこれ誰が書いたか探しに行きましょう、うんうん、でクラスの女子の中に、うんいるわけじゃないですか、この才能があるし、はい、そうですね、それを探しに行こうって話になって、これなんか記憶ありますって言ったら、うん、あの人かもしれないって言って過去の話になって何々ちゃんみたいな、うん、でその時もう全員クラスこの男の子が持ってないやつだったからクラスの女子全員好きだったっていうので、あの子のこういうところが好きだったっていうのでエピソード、まあここからはいろんなことが多分ある、なるほどなるほど、うん、あ面白そうですよ、設定あの子こうそのベルマーク、何万点か何万点か集めたらキスしてあげるっていうやつのためにベルマークをめっちゃ集めるっていうのとか、なんかそういう感じでどんどん次から次にあの女の子も好きだったなって話が出てくるんだと思うんだけど、なんかやりようになったらすごい面白い作品ありそうだなと思って、縦の筋もあるし人を探してるっていうので、前回も出てきましたよ。あ、前回出てきた、あのサイン会の時に、うん、あ、もう出てきた、出てきた、あ、そいつ出てきたんだ、そういうやつが出てきた、あ、そういうやつが出てきたんだ、そういうやつ、本当かどうかわからない、はい、そこで終わりです。ああ、でも面白い、そうそう、設定めっちゃいいよね、これで、それをその編集の人も、いや、なんとかさん何書いても面白くないけど今の昔の女子の話めちゃくちゃ面白かったですって、これ小説にしましょうって言って、なるほど、それ連載していきましょうっていう話で、あ、いいですね、うん、あ、いいですね、そうそうそう、見てみよう、これ漫画なのか小説、あ、小説か、小説、エッセイ小説って言ってたわ、なんか、あ、じゃあもともとある、もともとある、エッセイ小説がモデルになって、じゃあ軸はしっかりしてますね、うん、これ、まあ、見よう、まあ、ということでね、はい、まあ、いろいろな、まあ、作品ね、はい、うん、まあ、期待、まあ、でも今回意外となんか俺期待作品多いかな、うん、ね、スカイキャッスルがまだなんで、うん、まあ、ここはね、これってさ、韓国ドラマのね、韓国、そうです、有名な、あの、ペントハウス的な、だから、六本木クラスみたいになると思いますね、同じ枠ですし、ただどう、すっごいシーズン長いんで、あ、そうなんだ、どうそれをこの10話11話に決めるかっていうのがまた見どころですよね、うん、はい、
その辺も、はい、まあね、ちょっと期待しつつ見ていきましょう、はいはい、というわけで以上、はい、2024夏ドラマ座談会でした。ありがとうございました。